なあ、万太郎、帰ろう。なあ。バカな。なあ、お鶴さん。いっそそなたには幸せだろう。ないのが侍というものだ。怖い、死ぬのが怖い。おらは怖い人だと思って逃げてよ。それを言われると俺も逃げたい。お前も俺に劣らぬ親の縁に薄いやつ。
一緒に逃げてやりたいが、今日は逃げられない。貴公たちはそもそも罪をこの子供に問われるつもりだ。馬でもなく双方に足らずじゃ。よし、しかなま囚人二人して湧いていたぞ。慰めにお持ち帰りくださるようにと大殿様からの言葉でございましたが。何？これを土産にだと？バカな。ハサミの切り口ではない。ここへ来て座れ。すまぬはこの花をこのように木に咲いているように立てて持ってみてくれるか。はい。ことをどう思うか聞いとるんだよ。聞いてびっくりするなよ。それがしは佐々木小次郎だ。小次郎殿、しからば聞くが拙者は何者であろうか。では名乗ろう。拙者こそ巌流佐々木小次郎。魂と見て常に磨き、どこまで人間として己を高めうるか。青春21、遅くはない。Thank you.
すまぬ。命あっての勝負。言うな。貴様、このわしに意見をする気か。意見ではありません。武蔵の剣は尋常一様ではないと申し上げたいのです。くどい。強いて知りたくばこの剣に聞かれ。武蔵の剣を倒せるのは俺以外にない。慶長19年4月13日、船島において巌流佐々木小次郎試合仰せつけらる。相手方、作州浪人宮本武蔵正成なり。刀身三尺、異次格はない。忘れてくれ。強欲を捨て剣一筋に生きてきた武蔵だ。頼む、忘れてくれ。武蔵の剣が正しいか、この小次郎の考えが正しいか。武蔵と巌流との剣、紙一重の差。いよいよお主も大変な時が来たな。急ぐか。来い。